はい、皆さんおはようございます。今ね、朝の4時です。実はね、ここ数日私ね、むっちゃむっちゃ忙しくてですね、忙しいって言っても仕事サボって遊んでるだけなんですけど、遊んでるってことはないんですけどね。でもこれ11月にね、結構12月を先取りしといてよかったですよね。あれやってなかったらもっとむちゃくちゃ大変なんでしょうね。それでもね、そんな中でね、昨日の朝夜中2時頃にPC がね、Windows 7の、メインマシーンなんですけど、古いレノボのね、一番安いやつなんですけど、結局ね、Windows 8のマシンも買ったんですけど、もうほら、毎日日々同じことをやっていくのに、新しいことってなかなか取りかかれないじゃないですか。 YouTube アップするのにも新しいことをやるとすっごい時間かかっちゃいますよね。だから Windows 8のマシンでやればいいんですけど、ついつい7でやっちゃうんですよね。でね、昨日の朝2時頃にね、普通にこうパソコンいじってたら、いきなりねブイーンとかいう音がして、でその後すぐブチッって切れてね、パソコンが五輪中しちゃった。うんともすっとも言わないですよね。でおそらく電源ユニットが死んじゃったんでしょうね。それでしょうがないからね、もう昨日早速PC ショップ行きましてね、電源ユニットを買ってきました。これね、だけどこれ3000円ぐらいですかね、一番安いやつ。でも要するにメーカーのね、パソコンなんで、自作の PC じゃないんで、要するに電源ユニットの汎用性がないですよね。そのパソコン用に設計されてるんで、そこにスポットは収まらないわけですよね。こういう躯体というかね、PC ケースに入れるんだったら収まるんですけど、だから収まらないんで、どうしたかっていうと、自分でパカッて開けてこういうふうにやって無理くりつなぎました。こういうふうに、でね、だけど結局ね、今でも音が出ないんですよね。なんだか多分アンプの部分も電源ユニットの中に内蔵されてるのか、私がミュージックボードとかってあるのかな、そこに電源を入れ忘れたのかちょっと分かんないですけど、ただどっちにしてもね、もうまたせっかく収納してね、せっかく配線して入れたものをね、また開けるのちょっと面倒くさいので、今そのままにしてあるんですけどね。で結局どうしたかっていうと、さっきこのちょっと前にね、動画上げたんですけど、これはね Windows 8のマシンで上げました。で Windows 8のマシンで上げて思ったのは、めっちゃめっちゃ便利ですね。7よりも8のムービーメーカーの方が全然楽ですね。画面でこうタッチしながら入力できるんですよ。だからね、なんかもうこれはこのまま移行しちゃおうかなって、そう思ってます。ちょっとね、昨日私の身の回りに起きたことで、Windows 7のマシンですね、レノボの安いマシンなんですけども、それの電源ユニットがいっちゃったと。で自作で修理したと、間に合わせでね、強制的に外付けのハードディスクみたいな形で電源のユニットをつけて今運用して直したんですよね。で PC は復帰したんですけれども、ただ音声が出ないんで、Windows 8のムービーメーカーを使ってみたらめちゃめちゃ楽だったという、これで素直に移行できるのかな。で Windows 8のマシンにはプレミアの11、今12になってるんですかね、これが、フリーで入ってるんで、こっちでも編集できますんで、ちょっとねこっちに移行していこうと思います。今日はそんなねご報告でした。なんかね、要するに安い PC っていうかね、レノボなんかは、電源ユニット、ただ2年買って2年経たないでブチって死んじゃいましたけど、今までのパソコンじゃないですよね。だから安いパソコンっていうのはどっか手抜いてるわけですよね。だから電源ユニットなんかのそのコンデンサーとかのね、そういう信頼性が低いんじゃないかって、PC のねパーツ買ったところのショップの人は言ってましたけどね。そういうわけでした。それでは皆さん、チャオ。